皆さんこんにちは、おはようございます、そしてこんばんは。今お昼前ぐらいなんですけど、ハムが台所に入ってしまいました。どうやらあそこで休んでいるようです。ハムが入れないようにこれ作ってんのに結局入ってきちゃうの。ハム忍者、ハム、あーごめんね、出てきた出てきた出てきた。ハムそこ好きだよね、ハム。なんで別に日が当たるわけじゃないんだけどな、そんなに。ハム、そこで休むの好きだよね。ちょっと邪魔しちゃったかな、ハム。ハム行っちゃった。ハム、あそこ好きだね。ね、せっかくこれつけてんだけど、結局まあ僕らが悪いのか、まあこれちょっとなんかセッティングがよく分かんなくて、こうガチャってこうやって閉めると、ほらなんか閉まんないんだよな、ちゃんとだからちょっと開けっぱなしにしちゃってるんですよ、ここのなんか調整がちょっとよく分かんなくて、この角のね、これのね、だからちょっと開けっぱなししてるから、ハム自分で開けて入ってきちゃうんですよ。ちょっと入ってみる。はい、ハムこっちおいで、おいでおいで、ほらこうやって入ってきちゃうんだよね、台所。意味ないんだよね、ハムね、結局。じゃあハム、よし、じゃあハムあっち行こっか、ほら出ちゃうんだよね、結局ね。ハム、あらら、自由に行き来できるね、ハム。あららら、らおもちゃ持ってきちゃった、ハム。ほらこっち、こっちおいで、こっちおいで、ほら来たうまく自分の手でなんかこう開けちゃうんだよね、ハムね。よし、ここダメ、でも入っちゃダメ、危ないから。よし、出て行こう。はい、ほら結局出ちゃうんだよね、ちょっとなんか風邪ひいちゃったみたいで声が変なんですけど、ちょっとこれ考えないとダメだね、ハム。間違えてさ、ね、食べちゃいけないもん食べちゃったり、まあ、ハムはしないんだけどね、そのためにつけてるわけだから、ちょっと考えようと思います。じゃあ今日はこの辺で、皆さんチャンネル登録お願いします。またねー。